続きまして高橋先生のご挨拶です。皆さん本日はお集まりいただきましてありがとうございます。こうやってですね、いろんなことが起きている中でですね、そして、全く、ね、この新しいコンセプトの商品に対して、驚きがあり、そして戸惑いがあり、賛否ある中で、またそういったお声をこのロボ本にまた反映させて、今日まで、じっくりと開発を進めてまいりました。そしてようやくですね、お客様の手元に届けることができました。で、このロボ本スマホですので、今後もですね、このネットワークを使いましてインターネットを通じてですね、新しいコンテンツがどんどんダウンロードされていきます。なのでですね、今日は、ロボ本の誕生日であり、そしてここから、ロボ本が、成長していく、そんな日です。で、いくつかですね、ご案内をさせていただきますと、今、ここの他に、東急プラザで、ロボ本をご覧いただけます。そして、家電量販店さんでもロボ本を実際に、見ていただくことができます。さらにはですね、手塚治虫記念館というのは宝塚にございます。そこでもですね、6月27日までロボ本の展示をしております。もともと私がロボットに興味を持ったのはですね、鉄腕アトムの漫画を読んで、ロボットを作る科学者になりたいと思った、それが今から35年ぐらい前の話ですね。そしてようやくロボットを開発し続けて、シャープさんと一緒にですね、ロボ本を発売する今日に至りました。本当にここから何か新しいことが始まればなと思っています。私の話ばかりではあれなので、ちょっとロボ本にも、ね、少し、コメントを求めてみたいと思います。成長していきます。そしてまた、ね、新しいロボ本に関するニュースがありましたら、ぜひご案内差し上げますので、また、取り上げていただければと思います。今日は我々開発現場